今年で5回目でございますが、今年も素晴らしいショーを皆さんにご覧いただいているかと思います。ここでね、ちょっと一旦後半戦に向けてブレイクタイムを取りたいと思います。今日ね、もう早くも出番、もうすごいこうガチガチな緊張してるね、生徒の皆さんの姿を皆さん見てるんだろうと思いますが、ちょっとリラックスした姿も見てみたいと思いませんかね。だったね、僕はその生徒たちを少し軽くいじらせてもらおうと思いますので、温かい目で見守っていただくとともに、自分のお友達、自分の息子娘が出てきたらどん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 こう声を上げてください。よろしく。それじゃあ学生たち、カモン。どっから出てくるんだ、あいだ。しかもなんか来てるじゃん。あ、じゃあここみんなどうぞどうぞ並んでちょうだい。え、これ何、おソロはなんかやるの？秘密です。あ、秘密。この後もまだ出番があるってことなのね。わかりました。それじゃあ一人ずつ自己紹介お願いします。はい、美容科2年の石山美咲です。よろしくお願いします。あ、そういうのに、遅いのにね、はい、ちょっと回していこうか。はい、美容科2年の白岩夏実です。よろしくお願いします。美容科1年の川田凛です。よろしくお願いします。美容科1年の佐藤真由です。よろしくお願いします。美容科2年の宗像蓮之介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レンちゃんかっこいいってファンがいるの？何、しかもさ、レンちゃん D ってすごいこだわってたけど、え、これ何、その理容科と美容科でもなんかいろいろ違いがあるのかな。もしかしてこれ石山さん、そういうの詳しい？ちょっと詳しいです。理容と美容の違いってそもそも皆さん知りたくありません？よく聞くけど俺もわかんないもんね。美容にします、理容にします、いやどっちでも切ってくれればいいかって思っちゃう。石山さん、その辺教えてください。はい、驚愕な事実なのですが、あまり大した違いがないんです。ただ、カミソリなどを使う頭から指先までの全身シェービングは美容家さんだけが許されていて、美容家さんは絶対に許されてません。絶対がつくぐらい絶対ダメなんです。じゃあ美容院行ってくるねと、理容室行ってくるねってのは違うんだ。違いますね。そこ、大きな違いとしては、多分お母様世代ならわかると思うんですが、ウェディングシェービングは床屋さんに行きますよね。そういうことなんです。カミソリを使うか使わないかでの差がこの美容と美容の差と。はい、なので美容家さんの国家試験の必須科目になっているくらい、ヒゲ剃りは大事なことなんです。ことなんだよ。はい、高額の事実を知りました。石山さん、ありがとう。やっぱ普段勉強してるだけあって詳しいですね。じゃあせっかくだから一人ずつ何か質問していいですかね。じゃあ続いて、白岩さんにも聞いちゃおうかな。もうちょっとまろやかな話いこうか。普段学校生活、いわゆる授業、どんな内容で普段行ってるんですか？はい、国家試験の課題であるカットをはじめ、オールウェーブやバインディングなどの実習、また理論や保健、衛生管理などの学科を行っております。と検定を取るためにエステやメイク、ネイルなどの授業も行っております。なるほどね。なんかスラスラ、セリフみたいに出てくるけど頭の中入ってるね。すごいですね。いやー、もう知識とはさすがです、若いうちっていうのはね、素晴らしい。はい、じゃあ続いて、川田さんにも聞いてみようかな。川田さんの場合は多分学校生活は割と弾ける方のタイプでしょう。いやー、どうですかね。ですかね。川田さん、特に、楽しい授業は何ですか？はい、私はこの夏にカットの大会に出て、ハサミ一つ入れる角度で全然違ったスタイルになることに興味を持って、今では好きになり、一番好きな授業がカットの授業になりました。なるほど、カットの授業でございますね。はい、ハサミにも角度一つで全然違うんですね。はい、全然違います。全然でございますね、皆さん、ね、やだ、素晴らしい、それでございます。川田さん、ありがとうございます。はい、それでは佐藤前さん。はい、佐藤さんにはね、ヘアショーの練習で、今回のこのイベントね、
1年に1回ですよ、とっておきのこのショーに向けてこう練習で大変だったことってあります？1年生にとってヘアショーは初めてだったので戸惑うことがあって大変だったんですけど、先生方や先輩方のアドバイスをもらって一生懸命準備したので楽しんでいただけたら嬉しいです。なるほどね、優等生だよね。なんかね、1年生入りたてですからね、やっぱり先輩たちについていかなきゃいけないしね、一生懸命みんなでこうやって力を合わせたんだね、素晴らしい。さあ、それでは、みんなのアイドル宗像蓮之介くん。はーい、蓮之介くんはね、みんな美容家なのに一人だけ理容家だけど、はい、理容家ってもしかして少ないの？非常に少ないです。あ、そう。今自分の代でも、自分合わせて3人だけなんです。なるほど。ということはもう逆に言えばもう美容家がどん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 この美容家に押し出されていくところをなんとかとどめなきゃいけない。そうですね。ね。で、今回このイベント、もう学生全員で今日は最後にとっておきのショーがあるんでしょ？そうです。それについてちょっと聞かせてもらってもいいかな？はい。申し訳ないんですけど内容の方はまだ少し控えさせてもらいたいんですが、1、2年生全員で協力し合って最後の最後まで、本当に昨日まで切磋琢磨してお互いに協力し合って頑張って作ったショーなので、ぜひ皆さん期待していてください。最後の最後まで皆さんで楽しんで、なるほどね、よろしくお願いします。はい、ということで今日はもう、美容家、理容家とそれぞれねステージは終わったんだけど、今日最後のフィナーレに全員の力を合わせてとっておきのショーがある。はい、だから今みんななんかこういろいろこう謎めいている格好してんだね。そういうこと詳しくは言えないけれど、今日の最後に全てが明らかになるということで、はい、ということで、ここまでは美容科2年の石山さん、そして、同じく2年の白岩さん、そして美容科1年の川田さん、そして同じく1年の佐藤さん、そして理容科2年の村方くん、皆さんとのお話をさせていただきました。ということで皆さんの素敵な拍手ご覧くださいね。以上、学生の皆さんとのトークセッションでした。せーの、いやー